はい、スタッフエディット第2回目となります。前回プリセットに続いて今回はご自身でこの動きをコントロール把握できるようになっていただきたいと思いますね。そして今これサンプルなんですけども、まずかける前ですね、まずここに今打ってあるんですけども、エンプティといって何も設定してませんので、今のですね4から5の部分に効果を与えていきたいと思います。前回ですねちょっとお伝えし忘れたんですけども、スタッター全体の効果ですね、このプリセットあたりの効果のことをジェスチャーと呼ぶという概念となっています。無効になってますね、モードをスタッターに変えてください。これで今有効になります。ただしですね、こう見ていただくとほとんどの効果がですね切れています。でスタッターだけが有効になっていますので、これだけだとどういう効果が出るか聞いてみてください。こういった形ですね。今見ていただくとここ8分音符、そして右も8分音符といった形になるので、単純に8分音符で刻まれているということになります。そしてこのスタッターの最大の魅力はこの刻みに対して動きをつけることができるということで、こうドラッグをさせるとですね動きの範囲を決めることができます。今4分音符から最大64分音符まで刻むっていう動きが出てきますね。これ聞いてみましょう。こういった形です。今この白い玉がですね64分音符から4分音符に行ったと思います。この動きがですねまさにそのまま刻みに現れているといった形ですね。でこれに一つルールがありますね。ブルーからグリーンに進みますということは、4分音符の刻みから64分音符に動かしたいときはこれをですね反転させちゃえば OK ですね。こういった形となります。そうすればという効果となりますね。このまだ64分音符じゃ刻み足りないだったりとかっていう時は、ここのボタンをつけることによって見ていただくと、こうつけた分だけ増えます。これで聞いていただくと、またこの動きに関してなんですけども、ダブルクリックを押すとこのように黄色くなりますね。こう一つにしてしまえばですね、こう動きがつかずにこの音符で刻むことができると。128分音符ですね。という効果も行えます。解除したい場合はもう一度ダブルクリックを押せば OK と。今は少しこう動きがつくようにしておきましょう。なかなか他のソフトではこういう概念がないと思いますので、ここをしっかり把握するのは非常に大事かなと思います。そしてここまで行きましたら、もう少し突っ込んだ説明を言ってみたいと思います。まずですね、今のこの白い玉の動きなんですけども、この動きをですね1拍にしたいのか2拍にしたいのかと決めるのがここですね、ジェスチャーレングス、まあそのままなんですけども、動きの長さとなってますね。今ですと1小節に1回これが繰り返されるとなってます。ここを例えばですね四分音符に変えるとこんな感じになります。こういった形ですね。四分音符で動くと、今行って戻ってきて、もう一回行って戻ってきてって言って、これ行った時に一拍になってますよね。ここでちょっと覚えていただきたいのがルーピングというものがありまして、これを外していると行って帰ってきてじゃなくて全て行ってになりますね。ちょっと聞いてみてください。こういった形ですね。これはもう欲しい効果に合わせてですね、どちらにしようかっていうのを決めていただければ OK かと思います。そして今回の最後ですね、この概念説明した後はこれ下に戻ってきます。今ですと4分音符から約12分音符まで1小節かけてこれが動くということなんですけども、今真ん中にいるんで均等に動いてきます。ただしですね、この下ではですねその動き方をコントロールできます。ちょっと左側に寄せてみました。これで聞いていただくと、はい、今ですね結構あっという間に左に到達したと思います。そしてそのままステイ刺さってたんですけども、この図形通りですね、すぐに移動してそのままステイの時間が長くなると。そしてこちらはですね、こういった形、元々の値を維持する時間の方が長くて移動時間が短いといった形となります。全くの逆ですね。これでどういう効果が欲しいのかというニュアンスをつけられるのが肝かと思いますね。まずですね、この部分の概念をしっかり把握しないとですね、ちょっと使いこなすのが難しいソフトですので、しっかりと復習して次回に備えていただければと思います。次回はですね、ちょっと面白いこの鍵盤部分の解説を進めてみたいと思います。それでは今回もご視聴どうもありがとうございました。